はいどうもお茶です。じゃあ今日はね真のローテーション2回目やっていこうと思います。本当は昨日動画上げてたんですけど、なんか上がってなかったっぽくて、俺もなんだ帰ってから気づいたんですよね。バイトから帰ってからなんで、申し訳ございませんでした。まあ、多分これはちゃんと上げるんで、はい、申し訳ないですってことで、今ね深夜なんで全然人いなくて、このまま喋ってると多分相当時間食っちゃうんで、まあ、カットしようと思いますってことで多分カットします。はい、ということで、19段の黄緑の方がね、見つかったんでこの方とやっていこうと思います。ジャムの方だよね確か。やっぱりこの人すごい上手いんですよね。なんでもしかしたら負けるかも。まあ開幕保険かけてきますけど多分負ける。まあ頑張っていきましょう。で、うわ出なかった。あーこれ投げ通されて前パンが出ません。危ねえ、今逆中断されそうでしたね。あーこれやばい、書いて、あーってかあれだね、フリー忘れてんな。で、あーまたピックバナしちゃった。これ俺の丸いくせー。さあさあこれは死ぬでしょう。死にましたね。前もちょっとピーク空振りが痛かったですね。まあ、あの距離ピーク振りたくなる距離なんですけど、相手も手出したくなる距離なんで、俺そこにいつも刺されて負けてんですよね大体。この今俺がピーク振った距離ですね。まあ、今ガトリングの続きで振ったからだけど、あー6回はいて失敗していく。ここはいつもピーク、あーうわマジか、前パン間に合わない。さあこれで画面端まで運ばれて、あれあー勝利なかった。あ死んだ、まだ死んでない。うわ中断か。なんか なんだろうな、でもなんか勝てそうだな。ちょっと集中します。開幕エースガードされて OK、 暴れている。あーその対空ずらしがうざい。うーん俺の牽制が爆捨てによってすかされてること多いから、もうちょい踏み込んで、あーダメ空対空でいこう。あ何やってんの、甘えたダスト当たっていく。もう危ねえ、コンボミスったけど何度かアドリブ力でカバーしていく。開幕投げてみ、うわあれ見てから本当は投げた方がいいんですよね。 FD 貼って、あーさっきの6回投げ漏れ臭いな。これ拾えるんですよね本当このキャラいかれてると思います。いやーなんか勝利出ねえな、ここで勝利読まれている。でも死なない、いや死ぬか、大丈夫か。対空ずらし、せめてバーストだけ吐かせたい。ここ何度も同じ手に引っかからんぞ。はい全然ワンチャンある。はい勝って、なんでやねん。さあ使わせて、おそらく読むでしょう。 OK 素晴らしい。今手のひらコロコロだった相手が。さあどうする、開幕エルクやっちゃうか。 OK これね、これバックステに引っかかんです。
草バースト読んでいる。素晴らしい。自分で行っていく。では巻いたダースと、これ女キャラ入るっけな、入らないんだよね。くっそ、あー投げ大好きやな、多分それで今まで飯食ってきたんだろうな。はい、山田出そう。お前が出すと振るなら俺も出すと振ると、ちょっとディレイかけて、くっそーゴバーサ来たくねえな、お願いします。はい、だからさー、これさーよくあるんすよ。あー、よかった、カバーしていく。これよくあるんすよ、どこ飛ぶかわかんないんだよこれ、リバザで振ると。ほんとにさあ、何が来る何が来る、出た、様子見てんだったら投げようぜ、まだ俺若いんだから、おっさんじゃないんだから。これ、あ、なんか逃げすっちゃった。ここです、同じことしすぎ、どやー、勝利出ない。はいはい、うわ、ミスった、何やってんの、くっそ。でもダウンないから、あるか、減るな。え、なんで読む、読まないだと。さあ、まあ、ゲージから勝った。マジか、いや、ちょっと待って、焦ってる焦ってる、落ち着こう、やばい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 、落ち着け落ち着け、こういう時こそ落ち着け。はい、投げか、マジか、エース出しちゃった、何やってんだこれ。今絶対勝ってましたね、本当にメンタル弱い。ここ3発で押さえとこう、もう一丁出すと、やったやったけど、素晴らしい、さすがシーン。はい、勝っていく。あー、はい、勝っていく。はい、なんかすげえシーンの強さを押し付けた感ありますね。ってことで、今日の動画はねこんな感じになりました。では失礼します。